その他ですね、村中投手の、巨人戦のね、
9回ワンアウトまでノーヒットのピッチングも、ありました。あのイーム投手の日韓通算200セーブ、宮本選手の1500本安打、1500試合出場、そして、石川投手のですね、先頭球回数達成というのもありました。とにかく今年もですね、たくさんいいゲームを我々にプレゼントしてくれました。今年の東京ヤクルトスワローズです。 Thank you very much!